はい、それでは続きやっていきましょう。でね、こっから出て行っていなくなった奴隷をね、探しに行く。外にはまだ兵士がいるはずだ。様子を伺いながら慎重に出ることにしよう。ああ、見張ってんな。鎧兵士。こっちへ人影が見えた気がしたが、気のせいか。奴隷どもはどうした？全員修練場だ。今頃盛大に悲鳴を上げてるだろうぜ。よし、侵入者がいるという話もある。油断はするなよ。バイバイ。ふむふむ。聞いた聞いた。いや、どうやら修練場ってとこにいるらしいな。よし、行こうぜ。心当たりがある。俺がな、心当たりがあるってさ。あ、でいるね。見張っているか。まあ、そりゃそうだな。あいつの傍らにある柵が修練場に通じる入り口のはずなんだ。あ、左の方かな。じゃあどうすんだ、戦うのか。うまく見つからずに倒せればいいかな。もし見つかったらパレスの警戒度が上がっちまう。あ、そうなんだよ。警戒度ってのがね、あるんですよ。警戒度、敵に発見されるとそのパレスの警戒度が増加します。警戒度の量は警戒度メーターで表示され、高くなるほど敵の警備は厳しくなります。警戒度が上がり続けると、上がりすぎると探索が続けられなくなりますので注意してください。じゃあ警戒度が上がっちまったら逃げるしかねえのか。見つからずに敵を倒せれば警戒度は下がる。まあ少しだけだがな。なんか複雑だな。まあこのパレスの仕組みってのがあるんだよね。仕方ないな。警戒度に関する注意をまとめとく。警戒度はパレス探索の肝だ。後でちゃんと読んどけよ。はい。警戒度を下げる。警戒度 0% の時以上のチュートリアル項目が追加されたと。じゃあ一応ちょっと見てみるか。おっとっとっと。なんだ。やべえ、バレた。バレちゃった。はい、こんな感じで警戒度が上がっていきます。はい、行きます。ドン。こいつガル何が効いたっていうのかな。ソード。スラッシュでいく。ナイス。じゃあ HP でスラッシュいきましょう。何？ミスっちゃった。すまんてモルガナ。よし、ペルソナじゃなくて普通に攻撃。OK。あれ？あ、ナイス。さあ、勝利。いや、ちょっと見つかって警戒度こんな風に上がっていくんですよ。でね、さっきシステムでね、チュートリアルっていうのが追加されてるから、ちょっと読んでみようか。ダンジョン。警戒度を下げる。敵に発見されることなくバトルに突入して、そのバトルで勝利すれば、警戒度を少し下げることができます。また警戒度は日付が経過することによっても自然に減少していきます。警戒度が 0% の時、多くの敵が油断しているため、背後からの不意打ちに限らず、どこから攻撃を仕掛けても敵の不意をついてバトルにも仕掛けることができます。警戒度ってのがあると。まあ、こんな感じでね、敵にはあまり見つからない方がいいんですよ。あんな風にね、上がっちゃうからね。じゃあ扉開けていこう。なあ。修練場ね。少し進んだ先だ。見張りに注意しろよ。気をつけるぜ。ちゃんとね、いるかどうか見ておこう。ここだっけ？ああ、開いてないな。開かないな。いや、鴨志田のさ、その旗？国旗かな？おーっと。二人もいる。おい、侵入者らしい奴はいたか？いや、まだ見当たらない。やっぱり敵が多いな。あれじゃかわすのも無理か。じゃあどうする？また倒すか？おい、簡単に言うな。まだ先はあるんだぞ。スタミナは残しておきたいだろう。そうだね。結構ね、きついんですよ、ダンジョン探索で。体力とか SP 消耗するのって。そうか、そうだよな。悪い、こんな時俺も戦う力がありゃ少しは手伝えんのによ。持ってんのはおもちゃだけだもんな。
情けねえぜ実際。まあエアガンだからな。おもちゃ？さっきの銃か？のおもちゃな。見た目それっぽいだけで弾も出ねえ。なるほど、そうか、その手があったか。よし、そいつで奴らを倒そう。おや、はあ、聞いてたか、モデルガンだし弾だって。来たぞ。大丈夫だ、きっとうまくいく。クセッケ、仕掛けろ。任せろ。いや、おい、気をつけろよ、弾出ねえんだから。どういうことなんでしょうね。さあ、殴る、現れる。銃ちゃんと持ってるな。シャドウに向けて撃ってみろ。いや、本当はおもちゃなんだけど、銃による攻撃ってのができるんだよね。で、方向キーで変えることができると。で、ペルソナ5と違ってあれなんだよ、弾なくなると本当はもうその探索でずっとなくなってたんだけど、毎回回復するらしいんだよ。 OK。 どうだ、驚いただろう。驚くわ、撃てたもん。ナイフを使うより銃を連射した方が効果的な場合も多い。もちろん弾切れはあるが、温存して余らせるよりはいいからな。銃の特徴、弾丸の補給。バトル中に撃てる弾数には限りがあります。そのバトルが終われば弾数は回復するので、積極的に使っていきましょう。これはなかったはず、多分。我が輩の武器も見せてやる。パチンコじゃん。ナイス。さあ、お金ゲット。これちゃんと270円ゲットできるんだよな。どこからもらってんだろうね。お金稼ぎにもなるんだな。もう今弾出たよな。ここは認知の世界だからな。相手が本物だと認知する限り本物なのさ。幸い見た目だけはリアルだしな。わけわかんね。我が輩の話を聞け。弾数も限られる。だがそのどの敵もリロード済みを想定して構えてるだろうから、戦闘ごとに回復するはずだ。なるほど、そういうことか。さっきから騒がしいのな、一体何を。あ、バレちゃった。もう一回来るぞ。さあ、あ、またこいつね。弾数は元に戻ってるぞ。ガンガンぶっ放してやれ。了解。ほら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 、はい、いいね。いや、これだいぶ楽だぞ。ふむふむ、やはりまた撃てるようになってたな。持ってくるか迷ったけど、役に立ってよかったぜ。うんうん、戦う手段が増えたのはラッキーだった。偶然だろうがよくやったぞ。うん、なんで上からなんだよ。ごちゃくちゃ言うな、金髪。褒めてるだろ。あ、それから今後は役割分担を決めようぜ。見ての通り敵も多くなってきたし、今後は役割分担と連携が重要になってくる。情報支援は引き続き我が輩がするから、戦いの仕方はクセッケお前が決めてみろ。うん、戦いの仕方？要はどう戦うかの指示だ。直接指示してもいいし、各々に任せてもいい。そういう判断だ。ま、今は我が輩しかいないから。さあ、これでね、仲間への作戦指示っていうのができるようになりました。仲間の行動の傾向を変えられるほか、行動を直接指示することもできるようになります。ということでね、変えておこうか。どうする？あ、指示してみるわ。直接指示をする。わ、うん、かった、お手並み拝見だ。これでね、モルガナが自分で操作できると。あ、いる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 。よし、行きまーす。間に合え。オッケー。仮面砂漠。さあ、先制攻撃、チャンス。お、ロイヤルの BGM 流れるの、これ。いいね。え、で、こいつらガル弱点だから、一体倒す。行くぜ。ペルソナ。終わりだ。ご苦労様。なるほど、ここで流れてくれるんだ。いいね。さあ、警戒度が 10% 下がったね。まあ、こんな感じで下げることができると。見張りか、あの先のはずなんだが邪魔だな。んじゃ、またぶっ倒すか。いや、何もできないじゃん、リュウシ。そうするしかないか。いや、だがちょうどいいかもな。よし、これからお前らに
とっておきの戦い方を教えてやる。お、新しい技か。そんなもんだ。行くぞ。何するんだ。さあ出てこい。あ、ピクシー。いいか、戦いには流れってもんがある。ま、客運はなんとやらだ。まずは敵をダウンさせろ。はい。全てはそこからだ。こいつは何が効くかっていうと、ヘルスいいか。くらえ。あ、で、これであれ一気に追い詰めて総攻撃だ。来たよ。まあ、ちょっと最初ね、オープニングでもちょどろっとできたんだけど、このホールドアップってなると総攻撃をすることができる。いや、これがね、いいんだよ。で、これで倒すとリザルト画面がこれになるんだよね。これ好き、本当に好き、楽しいよね。うまくいった。やっぱお前筋がいいぜ。あざーす。なんだよ今の。バババっての。バババ総攻撃って言ったろ。敵を全員ダウンさせればこうやって一気に倒すことだってできるんだ。確かにすげえ攻撃だったな。何しろ無防備な敵への一斉攻撃だからな。威力は高いし敵全体に効果がある。まあ、ダウンさせないといけないんだけどね。さっきも話したが指揮系統は統一したい。総攻撃の号令はお前がやってくれよ。了解。わかった。総攻撃、場にいるすべての敵をダウンさせてホールドアップ状態に持ち込めば、三角ボタンを押すことで味方全員による総攻撃を仕掛けることができます。まあ行動不能だったり一人しか行動できない場合は使用できません。敵の弱点をついて全員ダウンさせて総攻撃、こいつが戦いの黄金パターンだ。覚えておけよ。まあだから敵の弱点をねちゃんとついていかないといけないのがこのペルソナの特徴なんですよね。さあ、これまで表示されたチュートリアルは三角ボタンで見ることができると。じゃあ先に進もう。何、鴨志田。よし。鴨志田愛の修練場。名前ふざけてんな。おお、なんか声聞こえるな。うわ、無知の音。どこだ。お、あ、なんかやってんな。うわ、兵士か。痛そう。くそが、ざけんな。大声出すなっつってんだろ。遅すぎんだろ。まあそうだよな。どっから開けんだこれ。え、乗り込むの。やめろ、ほっといてくれよ。逆らったって無駄なんだし。はあ、おとなしくさえしてればお前らみたいに処刑はされないんだ。好きでそんなとこいるってのかよ。かわいそうだよね。てかお前、まさかとは思うが、こいつら連れ出そうって気か。このままにしてられっかよ。バカすぎる。あ？モルガナ、どういうことだ。こいつらはな、鴨志田が認知してるだけの人間だ。現実から入り込んだ本物の人間じゃない。お前らとは違うの。まあ、つまり、まあ、つまり存在はしていないってことだよね。認知？そいつら助けても意味ねえってことだよ。現実にいる本物とは別物なんだから。よく似た人形みてえなもんさ。めっちゃ叩かれてんじゃん。なんだそりゃ、ややこしすぎんだよ。学校が城で生徒は奴隷か。まんますぎてウケるぜ。確かにあのクソ野郎の頭ん中じゃねえか。ユージ、しかしひでえな。
現実でも奴隷扱いってことだろ。現実でも。ああ。こいつら全員バレー部だ。鴨志田が顧問の。日頃から殴られてんだろうな。うわ、ひでえな。普通ここまでボコボコにならねえって。いや、暴力最悪、許せませんね。現実でも似たような目に遭ってんのか。鴨志田、そうなんじゃね。だってこれ鴨志田が奴隷だと思ってるってことだろ。マジかもしれねえわけか。鴨志田には体罰の噂があるんだよ。あくまで噂だけど。まあ話題にならないのはなんか有名だから。マジだったらこれ普通に警察だとじゃねえ。こいつら証拠にしてやる。うまくいけば鴨志田の野郎。俺動かねえ。携帯は使えねえ。ナビ使えんのにカメラはダメなのかよ。ナビ、俺らナビでこっち来たんだ。お前のは。いや、こっちもダメだろ。カメラが起動しない。何でもいいが、そろそろ見つかるぜ。戻った方がいい。ちょっと待ってろ。しゃあねえ、こうなったら全員の顔を覚えて帰ってやら。現実の人を助けるって感じかな。覚えた。行こうぜ。ああ、その辺のローを調べるぞ。お？いやー、ひでえなー。これ本当に叩いてんのかね、鴨志田が。うわー、走らされてるわ。おー、やだー。水を飲まさねってしごきは現実でもありがちなパターンだ。絶対覚えて帰ってやる。よし、次。あれ、放っておいてくれよ。おい、無駄なんだよな。あ、で、なんか夜間がある。で、何やられてる、ここは。ん？うわ、ひでえ。いじめじゃん。痛いよー。おいおい、なんだこれ、しごきにすらなってね、ただの暴力じゃねえか。いや、これやってるのか、鴨志田がこうやってさ、アタックしてるってやつでしょ。早くしろ。すぐに覚えるから、ちょっと待って。どうだ？そろそろまずいぞ。爆発せんだろうが。この辺りのやつは全員覚えた。もういいね。よし、つらかるぞ。じゃあね。あ？よし、場内から脱出しろ。急ごうか。いや、走らされたり、ボールで暴力、まあ、体罰か。バットでお尻叩かれて。ひでえな。行こうぜ。はい、どこ出ようぜ。定期連絡が途絶えた。ああ、侵入者がいる可能性が高い。各員警戒を高めろ。強めろ。まずいぞ。ああ、増えたな。あ、今回はもうここまで行ってくれるのかな。早いね。急げ。早く戻るぞ。うう。また貴様らとはな。なんか大声変いるんだけど。過ちを二度繰り返すとは救いがたいな。右のやつ強そう。学校はてめえの城なんかじゃねえ。そうだそうだ。あいつらの顔はしっかり覚えたぜ。観念すんだな。負け犬ほどよく吠えるとは真理らしいな。陸上部のエースも落ちたものよ。あ？何が言いて？暴力騒ぎを起こして仲間の夢を潰した裏切りのエース君。わが日、そういうこと言うなよ。貴様の巻き添えになった連中が、いやはやかわいそうで仕方ない。鴨志田、裏切りのエース、まあ、知らないもんでしょ。俺は驚いた。知らないまま付き合わされてるのか。仲間を裏切り夢を潰したというのに、こやつは一人のうのうと生きている。違う。こんな愚物に付き合って
死ぬ羽目になるとは運がないな。構わん、まとめて殺せ。俺の城をゴミで汚すな。指示してるね、キーノ。くそ、新しい奴が出てきたぞ。リュウジ、どけ。ユニコーンみたいな感じなんだけど、こいつの弱点はなんだろうね。うわ、囲まれた。クロース、鴨志田様の命令でクロース、望まれてるからクロース。いや、一回言えばわかるさ。聞くなら。おう、やばい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 。ピンチ。銃でやっとくか。まず一体やっとこう。よいしょ。あ、倒せねえな。こいつはやばいな。おう。モルガナ。おう。やられてしまった。ああ、やおう。汚ねえ足で触るんじゃねえ。どうせ貴様の思いつきで来てこうなっちまったんだろう。やめろ。すぐ感情的になるクズ。この俺様に手を挙げやがって。臨時とはいえ少しの間陸上部の練習を見てやったを忘れたか。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。何したんだ。目障りなんだよ。実績を上げるのは俺様だけでいい。クビになったあの監督も救えないバカだ。正論言って立てつかなければエースの足を潰すだけにしてやったものを。なんだと。もう一本の足もやってやるか。どうせ学校が正当防衛にしてくれるしな。いや、クソだな、本当に。牛耳ってやがる、こいつ。クソ、また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって陸上部もなくなって。そうだったのか、龍二。こいつらを始末したら次は貴様だぞ。おい、龍二。言われっぱなしか。許せないんだろう。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん。そこでおとなしく見てるがいい。クズをかばって犬死にする救えないクズどもをな。お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ。お前の方こそクズだ、カモシだ。何してる、黙らせろ。こっからいいんだよね。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。ずいぶんと待たせたものよ。力がいるんだろう。ならば契約だ。どうせ消し得ぬおめえなら旗に掲げて人を暴れ、お前の中にもう一人のお前がそう望んでいる。我は何時何時と終わり。覚悟して背負え。これよりは反逆のドクロが貴様の旗だ。貴様に何ができる。来た。黙って眺めているがいい。
さあついにリュウジも覚醒。いいよね。こいつもだと。これが俺のペルソナ。こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。なめるのガキだ。正体現しやがった。ぶっ放せよキャプテンキッド。行くぜ。リュウジもこれで3人になってました。こいつ鴨志田様の手を煩わす問題児が。めっちゃ発言してんな、ペルソナが。どうせ鴨志田の認知ってのは変わんねえんだろう。なら問題児らしく振る舞ってやるよ。行くぜ俺のキット。おっと召喚しやがった。行くぞペルソナ一応。ペルソナでウィークとかね取るときはねカットインが入るんだよ。キットキット。ペルソナジオ。エイハ。これガルで、あレジスト。ガル。あダメか。こいつなんだっけな。ちょっと倒しとかなきゃやばいな。やられちまう。で銃を持っています。あレジストか。しまった。まあいいか。エイハよし。タイ。あそっかレジストだった。ガル。オッケー。私は帰らぬ鴨志田様の進化である。それがなぜ敗北が。弱いからだよ。鴨志田が大したことないってだけだろ。ユージの格好もいいね。リュウジはショットガンなんだよね。どうだ。こいつは驚いたぜ。リュウジにも素養があったとはな。今さら謝っても許さねえからな。ここは俺様の城だと言ったのにまだわからんようだな。あら、あ、高巻。すげえ格好してんね。おお、なんてなんて綺麗な女の子だにゃ。あら、モルガナちゃん。どうなってやがる。様子がおかしい。羨ましい。なこと言ってる場合かよ。くそ、なんで高巻がいいんだ。てめえ手離せ変態野郎。いや格好も変態だもんな。何遍教えれば理解できるんだ。ここは俺様の城。何をやっても許される場所。誰もが俺様に気に入られたいと願う。貴様らみたいな頭の悪い族以外はな。高巻、なんとか言えよ。リュウジ、冷静になれ。あの子はどうやら本物じゃない。認知なんだ。奴隷たちと同じで認知上の存在なんだよ。羨ましいか。いや鴨志田はこういう風に思ってるってことだもんな。まあ貴様らのような問題だらけの不良には女は寄ってこないだろうな。くそ、早く掃除しろ。え、また出てくるの。そう、この数じゃ囲まれる前にずらかるぞ。あ、いやキャプテン、何もしねえで逃げんのかよ。死んだら終わりだ。お前が冷静で助かるぜ。わかった。てめえの化けの皮絶対引っぺかしてやる。首洗って待ってろ。かもしれが。ここの連中はいたぶり飽きてたところだ。いつでもかかってこい。
命が惜しくないならな。いや、気持ち悪い顔してんな。相手にするな、行くぞ。なんとか外に出れたね。つうかよ、これ着替えた覚えねえし。似合ってる。族というより族だ。暴走族みたい。お前のマジシャンっぽいのよりマシだろ。マジシャン、あ、まあ確かに。ああ、外まで来んの。静かに。無能じゃん。どういうことだよこれ、意味わかんねえ。前に言ったろ、パレスの主に盾ついて敵視されるとペルソナ使いはそうなるんだよ。歪みにやられないためにな。反逆の意思ね。これドクロか。具体的な格好はお前の内面の現れだ。お前に眠る反逆者の。言ってもわかんねえか。わかんねえ。ならいちいち聞かないで、自分の目で見たものは受け入れとけ。気楽に言いやがって。あ、てかやべえじゃん。静かにしろっつってんだろ。よく大声出すな、リュウジ。こっちで助かったって。本物の学校で結局鴨志田に。バカのくせに鋭いな。安心しろ、現実の鴨志田はこっちのことは知り得ない。シャドウってのは抑圧された本性、人が日頃目を背けている人格だからな。抑圧された本性が、あれだ。大丈夫ってことか。処刑のこと、現実の鴨志田は覚えてたか。そういうことだ。よっしゃ、それさえ分かりゃ、あとは。待て、約束通り道案内してやったんだ。今度は我が輩に協力してもらうぞ。ん？何をすればいいんだい。そのためにいろいろクソ丁寧に教えてやったんだからな。は？協力？言っただろ、我が輩はもともとここへ調査に来たってな。この身が受けた歪みを消し去って真の姿を取り戻す。そのためには遥かメメントスの。メメントス。待てよ、何勝手に話進めてんだ。メメントスってなんだろうね。付き合うなんて一言も言ってねえぞ。え、まさか。ただで世話になろうってんじゃないよな。特にお前、すでに我が輩のプランの一部なのにか。いや、約束はしてないよ。嘘じゃねえだろ。我が輩が人間じゃないから、猫っぽいから、バカにしてんのか。こっちは忙しいんだよ。世話になったな、猫。なかなかガッツのある猫だったぜ、お前。またどっかでな。じゃあね。じゃねえわ、マジねえわ。何、いい話風にまとめてんだから。ねえわねえわ、うえーわー。いやー、モルガナかわいいね。さあ、現実世界に戻っていくわ。助かった、戻った。なんか振り回しちまったな、悪い。いいってことよ。てかマジしんど。お前平気なわけ。やっぱ最初はしんどいんだよな。平気だ。うん、すげえな、陸上やってた俺でもバテ気味なのによ。それよりマジだったら面白いことになんな。鴨志田が奴隷扱いしてる奴らの顔、俺バッチリ覚えたから、そいつら片っ端から捕まえて体罰を吐かせりゃ鴨志田もおしまいだ。体罰の証人探し、お前も手伝ってくれるだろ。大変そうだね。手伝うか。手伝おう。
そうこなくちゃな。お前さ、前歴あるからおとなしくしてよってんなら意味ねえと思うぜ。ん？もう知れ渡ってんだよ。むちゃくちゃレッテル貼られちまってる。なあ、知ってる。なんでそんなことになったんだろうな。鴨志田がバラしやがったんだ。鴨志田かよ。いや、ほんと鴨志田クソだと思いませんか？ねえ、本当か？即バレなんて教師以外ありえねえだろ。野郎は気に食わねえと思ったら部でも生徒でも平気で潰しやがんだ。まあ、俺の時みてえにな。陸上部の話か。俺の言うことなんか誰もまともに取り合ってくれねえけど、体罰の噂は本当かもしれねえ。それに実際鴨志田の歪んだ心ってのを見たら、それこそ放っておけないだろう。まあ気持ちはわかるけど。来るべきだろう。俺も行くからさ。頼んだぜ。俺も気合い入れっからよ。龍二からの信頼を感じる。さあ、ここで時間が進んでまたあそこに戻る。見つかりたくないなら単独でやる方が効率的。そういう考え方だってできる。でも君は単独では行動しなかった。協力者がいた方が利点がある。君はそう判断した。うん、違う。というよりなんだろうな。あ、なんだ。あ、で、ここに戻っ、また戻ってくる。我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我戦車のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。さあ、これは何でしょう。さあ、ここでね、新しい要素が出てくるんだよね。コーポレーション、坂本龍一、アルカダ戦車ランク1。よし。ペルソナの力を育てる人間関係戦車コープが解禁した。あ腹減ったか。そういや、昼から何も食ってねえんだった。それは腹減るな。ここで別れんのもなんだしよ。なんか食い行こうぜ。何食いに行く。何料理。肉。え、とりあえず来いよ。焼肉。つかぶっちゃけお前の昔話とか聞きてえし。いや、助けただけなんだけどな。あ、牛丼だ。はあ、んだよそれ。そいつクソすぎんだろ。いや、ほんと世の中クソすぎるよねっていう感じなんですよ、ペルソナ5は。落ち着け。出るだけで腹立ってきやがるぜ。まあ、鴨志田といいね、主人公の昔のやつといいね。ほんで、地元からこっち来て居候か。牛丼食べたくなってきたな。やっぱ俺ら少年が似てんのかもな。そうかな。どこが。いや、どこがっつうか、あんだろう、周りから厄介者扱いされてて。ああ、居場所ないとこ、ね、問題児ね。俺もよ、前に学校でやらかしちまってな。いや、その話詳しく聞きたいよね。場所四茶だっけか。地下鉄この時間ラッシュだから時間ずらしてった方がいいぜ。んだよ、全然食ってねえじゃねえか。ちょ、何乗せてんの。何のまでだ。いいんだよ、協力の礼だ。いやいや、乗せただけじゃん、紅生姜。つうわけで、明日からもよろしく頼むぜ。明日から証人探しな。鴨志田さえなんとかすりゃ、お互いちった居心地マシンなんだろう。
あ、そうだ、連絡先教えてくれ。あとチャットの ID もな。チャットなんですかそれ。チャットツールが使えるようになりました。連絡先を交換した相手と連絡を取ることができます。見てやがれかもしだ。明日から即始めっぞ。まず奴隷にされてた奴らに話を聞く。うん、球技大会だったよな。鴨志田推薦のバレー大会。あ、そっか。胸くそ悪いけどよ。明日球技大会だ。おかげで午後は授業ねえし、みんな浮かれてる。うろついても気づかれにくいはずだ。ま、詳しい話は明日にしようぜ。明日は証人探し。つか食えよ。生姜ならいっぱいあっからよ。おい、また入れんのか。あ、クレープがあるんでしょ。鴨志田をやっちまう方法だけど。声が大きい。静かにしろ。あと、そうだな。バレたらどうすんだよ。あ、あれは新島さんじゃん。あ、で、高巻ちゃん。うまく眠れなくて。鈴井志保。目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ。私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って。このスマイルよ、かわいいな。実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。それより怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。いや、鴨志田の体罰かな。うん、このくらい。大会前だし。メガネ死んでるんだよね。鈴井、悪い、話してるとこ。その鴨志田先生が呼んでる。え、何の用？めっちゃ嫌な顔してるじゃん。さあ、やだな。私大丈夫だって。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだね。じゃあ私行かなきゃ。うん、頑張って。思いだね。まあ、なんか、まあ、一部の女子にはさ、いろいろ言われてた高脇ちゃんだけど、いいやつなんだよな。帰ったか。今日は真面目に学校行ったんだろうな。はい、行ってきました。もちろん行った。あ、どうだと思う？うん？俺が聞いてんだよ。あ、ごめんなさい。まあ、面倒起こしてないならそれでいい。どこで何してたか知らねえが、騒ぎでも起こしたら放り出すからな。くれぐれも言っとくぞ。お前、自由の身だと思うなよ。はい。おーっと、ぶっ、びっくりした。早速連絡したぜ。届いてるか。どちら様ですか？坂本だよ。明日頼んだぜ。あー、何のこと？知らまくれるね。同じ飯食った仲だろ。ここまで来たんだから最後まで付き合え。体罰されてる連中を俺らで助けてやろうぜ。明日か。聞いてんのかよ。妙なのとつるむんじゃねえぞ。上がったな。はーい。俺もう上がる。鍵かけとくからな。夜中に出歩いたりすんなよ。まだ出歩けないのかな。
さあ部屋に戻ってきましたと。体がだるい。今日はもう寝た方が良さそうだ。やっぱ疲れてるんだね。じゃあ今日は寝ましょう。ああちょっとなんだ。ああなんだ坂本か。お前のスマホに入ってるあれ赤い目玉のやつやだよな。なんだこと。あの変なナビだよ。使ったら変な場所に行ったやつ。俺のにも入ってた。入れた覚えがね。君が悪い。マジ何なんだこれ。勝手にどっかでダウンロードされるのか。こんなん知らねえで使ったら危なすぎるだろ。けどこれがあればあの変な場所に行けるんだよな。そうらしい。要は使い方次第か。それよりまずは体罰の証拠だ。頼りにしてるからな。学校休むんじゃねえぞ。じゃあ今日は寝ましょうといったところで今日は終わっておきましょう。また次回。グッバイ。